はい、1月万冊清水です、えー。内閣支持率のですね。低下があの、はい、かなり明確になってきました、うんえー、前回はですね。あの毎日新聞の世論調査、うん、えー、そして g 通信の世論調査をもとにですね。うん、あ内閣支持率5割切ったじゃんっていう。この下落傾向が、はい、まあ明確だったんですけども、うんうん、やっぱりですね。はい、他のあのメディアでもですね。内閣支持率の下落傾向がまあ、非常に際立っていると。 いう状況になってきましたなんとあの産経新聞ですらはい5%ダウンということで支持しないっていうのが6%増ということになっているんですよね、うん、産経新聞富士産経グループといえばですねかつてあの世論調査の捏造で、えー、問題になったところなんで熱つ造してもこれかーというこの状況なんですけどまあ 今日はですね、はい、NHK と日経新聞とまあ産経新聞、うんえー、まあいずれもこの支持率が下がって不支持率が上がっているっていうこの状況をですね、はい、どういうふうに見ていけばいいのかっていうのをちょっとチェックしていきたいと思います。うん、平らさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まなんせね、あのブルームバーグにもですね、えーうん、まあアメリカのね、あの通信社にもなんて書かれているかって言うと、はい、えー、あ、はい、物価高で。 岸田政権の支持率下がっ春はるわーっていうふうに、ん。って言ってますね、はい。書かれてるんですよね。はい、で、はい、まあ海外もですね、あのこうやって、あ支持率下がってるっていうふうに、やっぱ物価上昇、うん、これがあの不満であるっていうのと、うん、やっぱりあの人の発言が良くなかった。<laughs> <laughs> 日銀の黒田総裁。は、うん、はいい家庭は値上げを許容している なるほどね。いやいや、あれほどなんていうか人の神経を魚でする発言も。前日にしかもね、スーパーは妻が行っててよく知らないだか、ね、そう。これあかんわ。<laughs> ダブルパッチですよ。ダブルパッチ。本当にそう。本当にそう。いや、多分ね、でもね、あの人なんかなんで炎上したかっていうのが分かってないと思います。なんかちょっとそんな気するよね。うん、多分だからまたなんか言ってくれると思う。 いやー。<laughs> いや<ー>そ。そうすると、あのー、岸田政権の支持率は、下がり下がるでしょう。はい。なるほど。うん、はい。まあ。岸田さんとしては、とにかく、あのー、七月まで何も言うなと。口チャックだと。え <laughs> お口チャック。ックでも、あの。日銀総裁というのはですね、大体、あの、記者会見のお仕事がありますから。ああ、そっか。はい、あのー。口チャックできない。ええー、ちょっと。 こうやってマスクして何もしゃべるなと言われています <laughs> マスクしてたらちょっと面白いだと思うんだけどそれはそうだねまあそれはそれで政権の支持下がるあめっちゃ下がるからもう正直にそれぐらい言ってほしいなと思うんですけど、うん <laughs> はい、あのちょっとですね、えー、まずは、うんえー、NHK の世論調査からちょっと、はい、あの見ていきたいなというふうに思うんですけど、えーはい、この内閣支持率55%。うん 不支持率25%というやつがあってですねあの今平さんにもちょっと送っておきましたけどありがとうございますあのこのこれ見るとですねグラフがあるじゃないですかでやっぱりですね支持率があ下がったまあそれでも十分高いと思うんだけどなんでこんなに高いのかわからないんだけどでも25%不支持率も 上がってるんですよね、うん、でこれやっぱね自民党結構ねあれあれ、はい、って思ってるよ。どういうことかてと、ね、自民党自身か。そう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 ん、あれうちらこのまんま支持率高いまんまいって、うん、であのー、あれおかしいな支持率高いまんま行って楽勝なんじゃなかったっけって。ああなるほどね。うん <laughs>、うん、これねあのー、最近 自民党のダブルセクハラ問題、うん、スキャンダルが出ましたあ,、はい、ありましたねあの、はい、細田衆議院議長のあのセクハラ発言が1つ、うん、1> で、うん 1> えー、もう1個あのーうん、吉川さんというですね、うん、自民党の議員のパパ活がありましたよねであれですね実は支持率高いから起きたんですよ、うん、支持率が高いから起きた なん、て言われても、なんか。<え>本人たちが、わあ、支持率が高いな、これはよくない、俺がちょっと下げてやろう、<laughs> よし、資料さるぞ。ってそのああ、いやいやいや、それだけ。<laughs> まず。ええー、二つ理由があってね。一。うん。いや、こんなに支持率高いんやったら、もう何しても、うちら大丈夫やって、この緩みまくり、緩ん,ん、緩ん,ん。緩ん、緩ん。うん。ん。っていう状況が一つと。はい、もう一個は。うん。細田派。 うん、っていうところのトップだったんだよね細田衆議院議長はうん、うん、で今ね細田派は自民党の派閥ってトップになった人がうん、うん、あの何々派って言われるんだけど細田派を継いだの誰だと思いますか、うんうん、誰安倍派になったんですあーそうだ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 った安倍派になったでしょ、はい、でうん、うん、だから細田衆議院議長は安倍晋三さんの、うんうん、まあ、あの派閥にいるんですよ で今回パパ活事件で吉川さんという人がですね18歳に酒を飲ましたあげくホテルに連れ込んだっていう、うん、もう超独けですってやつね。赤、はいもうんやろ,やろもう <laughs> 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 なんだけどあの人は岸田派なんですよ。これどういうことかっていうとですね支持率が高いとですね自民党っていうのは、はい この内部闘争を始めんだよ。ああ、なるほど。<laughs> 俺たち楽勝だよ <laughs> ってことは。あの、はい、内部で、あいつを蹴落としてやれ、うん、そして、俺の、あの、基盤を強めてやれ。そう、だなんだ。そうそうそう、調子に乗ると、仲間でするの。うんうん <laughs> 自民党ってどうなんのこれは <laughs> まあすごいですねそれも重なってのミニクサを感じるなはいで <laughs> それさえそれだけにのところにさらに黒田さんがドンと炎上したと、うんうん、なのでちょっとビビってると思う自民党、うん、まあというわけで内閣支持率が59パー、ね、から55ポイント、うんえー、55パーセントに下がって不支持率が上がってる。 うん、こういう状況なんですよ。で、はいえー、じゃあねその他の質問で、うん、投票に行きますか皆さんコメント欄チャット欄に貼ってください。はい,はい投票に行くかはい NHK 世論調査。はい、必ず行く54まあ投票率は、えー、半分ぐらいなんでまあそうかっていう。まあね、で行く つもりでいるが二十七だから、これもう何かあったらもう行かないですよ。何かあったりか、まてか何かあったらいいか。半分ぐらい行かないんじゃない。まあねー。うん。うん、っていうこういう状況で、NHK の世論調査は、うんえー、PDF でどういう人に聞いてるかっていうことがこうわかるんですよ。うんうん、はい。でこれはね、六月の十日から十二日の調査なんで,で、ね、厳密には今回の調査とはちょっと違うんだけども。 だけどま大体ほぼ一緒ですじゃあどんな人に聞いてるのかっていうのをチェックすると2ページ目にあ三3ページ目か性別女性っていうふうに書いてるじゃんはいこれ男性だそうです男性52%はい52%ですねはい女性はで女性が47%はいあれあと1%は分からない52.3%と47.7%ちょうどったちょうどいいはい大丈夫で うん、で、いつも注目するのはですね、この年齢。七十、うんうんうん、歳以上、ね。すごいね。はい。三十七点二パーセント。三十七点二パーセント。で、六十代、うん。はい。十六点三パーセント。そうですね。これだけでもう53。半分以上。半分以上。<laughs> で、確かに、総務省の、<laughs> はい、あのー、うん、調査。 見るとと、うん、えっとうん、60代70代以上の方々っていうのが、まあ、一番選挙に行くので、うんうん、まあそう考えるとね、うん、あの投票率はこれいつも通りかなっていう感じになりそうでもっと上がった方がいいんじゃないって思いますけどね。じゃあちょっと次のし夫とっと次の質問に行くと、えーはい、参院選への関心。ははいこれは 非常に関心がある18%非常に関心があるはい18%ですねまあまあ関心がある、うん、47%うん、うん、なんですけどいやーすごいねこれで、えー、半分以上は一応まあでも半分非常に関心があるっていうのがやっぱり20%切ってるっていうのはすごい、ね、すごいよね俺もそう思った、うんうん、だってさ多分 ひとつき万札を見ている人たちっていうのはこの18%の人たちですよね。<laughs> でかつ自民党とか維新の支持者ではない人が多いよね。でそうすると、えー、おそらく5%ーから9%ーぐらいじゃないこのあれでいくと。ひとそうだ札、ね、違う。 関心18しかないんだっていうある程度関心があるってどれぐらいなんだろうねう,うーんある程度,ある程度まあニュースでやってみ見るぐらいあ、ニュースでやってるから見てるよみたいなその程度じゃないのうんいやそれじゃああかんだろうとまあそうだねうん思うんだがはいじゃあ次はい次与野党の議席についてねはい 与党の議席が増えた方がいいが24%、これは少ないんだ。うん、野党が増えたがのがいいが27%でも、どちらとも言えない。うん、つまり、どっちが増えてもあんま変わんないじゃん。が42%。うーん。ってことですね。これね。ま、でも一応、はい、与党の議席が増えた方がいいより、野党が議席増えた方がいいが多いんだね。うーん。うん<ー>。そうだね。 ただ、あのほとんどの人は、うん、与党と野党って、うん、下手すると知らないかもしれない、厳密な定義 <laughs> <laughs>。いや、そんな、さすがにそれはないんじゃないかな。つまり、説明どちらとも言えないっていうのは、よくわかんないからとりあえずっていう。うんいや、それはどうかな <laughs>、まあ。与党っていうのは政権を担当しているところです。はいはい そうですねだから必ず自民党というわけではないもんね。公明党も入ってますよ。だって国土交通大臣は公明党ですからね。ってことはですね、野党の中には私の嫌いな国民民主。はいで、ちょっといくらなんでも不祥事多すぎだろっていう意思、あれも一応野党に入ってる。んだけどね、はいまあじゃあちょっと続いていきましょうか。やっぱり はい、次これ物価高、物価高騰対策の評価、大いに評価する人がいいんだ、3%も。ガソリン、ガソリン。まあ、そこか、うん、ある程度評価すると32、まあ、頑張ってるよねとか、まあ、あんまり評価しないで40、うん、全く評価しないが16、う,ん、うん、みんな優しいね。優しい、優しい。えなんでこんなにみんな優しいの <laughs> えガソリン補助金ぐらいですよ。まあ、まあ、でもガソリン補助金だ、だ高いのはしょうがないよ、岸田さんのせいじゃないもんということだと思うよ。はあ、そう、すごいね、岸田さんも頑張っているんだよ、ね、仕方がないよ、まあ、逆に言うと、うん、これって、あのー、そのまんま家計が苦しい人たちの割合にも転嫁できるのかもしれません。なあ 確かに確かに。うんうん。うん,うんうん。だからまあ、正直言って苦しいんだよなあ。ぐらいが40パーぐらい。まあ、でもこのまま続くと、ちょっとめんどくさいかなあ。ぐらいで。うん、多分、めちゃくちゃ困ってるって人が16パーぐらい。うん。うん。って思う。ある程度評価する。って聞いてみたいよね。うん、何を評価してるんですかっていう。 ガソリン。ななんじゃいけど、まあ、ちなみにあの皆さん今ガソリンって、うんえー、表示されてる価格足す40円、うん、これが正しいガソリンの価格ですよ円210円とか。普通に200円超えはいうかあの二百それがもしガソリンスタンドに並んでたら、うん、岸田内閣は、うんえー、多分支持率20%ぐらいでもうダメだろうね。 じゃあその内訳詳しい分析を見る、うん、一体誰が評価してるのかはいあ,あ PDF の方ですねあ PDF じゃなくてあの詳しい分析を見るっていうのをやると出てくるところ、ね、あ,あちょっと待ってください、はい、これを見ると物価対策を評価している人たちっていうのが年代別に分かるんだけどもまあ、はい あでもこれ、すまあ、先に支持政党別に見ると分かりやすいね。あー、なるほど。与党,与党支持者うんがまあ一番まあまあ評価するとか、うん、いうことか。よう頑張ったはるよ、岸田さんは。うんうんって。まあそういうことだな。野党支持層がまあ一番不満を持ってるってことですね。そうじゃなかったら野党支持層にならんわな。で、無党派層。無党派層もやっぱりあんま評価してないんだ。 だから、はい、あのー、選投票率が今回上がってこのどこに入れるか分からんわーって思ってる無党派層、うん、これがもしちゃんと選挙に行けば <laughs>、うん、これはもう岸田内閣コロリンチョ、こでりんちょって転びます、ね、いやしかしちょっとすごいなと思うのは若者はみんな不満なんだとか評価してない率で一番高いのが。 20代と40代1二0代と40代はあ若者はあのまあそもそも収入が低いあまあねそれはそうだよ絶対だからあの物価対策に関してはいや評価できねえよでも40代は働き盛りじゃん40代と30代の大きな違いははいおすすめねいやあのんだ お金がかかるようになってきます。ああ<ー>、っっやっぱそういうことが子供がいてってことだな。子供がいてさ、あのいろいろ大変や。大変だね。大きくなってきて。うう例えば、はい、えっと今のさ、えーうん、え平均、えー、出産年齢を、えー、チェックすると、うんうん、厚労省によると、えー、所産の平均年齢は今三十歳。うんうん これはかなりあの昔に比べるとっもうだいぶ上がった俺の知り合いでもあの結構あの38とかであの子供を産んだりしてるそうなんだよもうそれが結構普通になって普通になってきているちなみにあのじゃあねえこれどれぐらい上がったのかっていうと 1985年の人口動態調査でチェックすると女性の初段は26歳なんです、うん、だから 4,、うん、4年遅れたっていう状況遅れたまあどん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 、はい、まあでもそうだよねそれぐらいあの自分のお金とかいろんなものに余裕がある余裕がなくなってきたってことでそうそうそう余裕がない、うんうん、でそう考えるとね 例えば30歳で子供を産むとですよ、うん、最初の子供を産んだら、うん、この40代は一番若い40代でも10歳、はい、で10歳小学校あそ,うかそろそろはい、はい、ほら中学校が見えてくるじゃんそうだねで中学校の方が学費高いじゃんで高い、ね、あ,あのあの何々さんちは私立に入れるらしいわよ ってことになるよねでもうちょっと上になってくると高校受験も見えてくるわけじゃん。でさらに言うと大40代後半だったら大学受験も見えてくるわけよ。うん、そうだねそうするとやっぱお金かかってくるから物価に対してあ、まあ、30代に比べて高くなってくるんだと思うよ。うんうんう まあ、ちなみにあの清水さんは非常に親孝行な学費生活でしたよ。ね、<laughs> 自分で稼ぐでしょあいや、どういうことかとて言高校通信制だから3年間。ああ、そういうことか。3年間の驚き。こ学費ほか。10万円です。はい、3年間で10万円。いいですか <laughs>、はい、教科書代込みですよ、皆さん。うん。すごくな、ね、いすごいよね。<laughs> で、大学は地元の公立大学に行って、全部奨学金。うんうん はい、ねはい、まあそういう子どもばっかりじゃないだろうから、まあだから高いんだろう。だからやっぱこれ年齢が高くなればなるほど評価してるんだろうね。うんうーんうん。じゃあ次行、ね、きましょう。はい。ええー、内閣感染症き、えー、内閣感染症危機管理庁。めちゃくちゃみんな期待してない？すごいね。いやーあのどうですか平さん,ん。そんなに。 いや、だって、九州でさ、新、あの、新株の感染者出た話してる九州で、コロナ。九州で、コロナ、コロナ。あの、なんだっけ、B、B、なんちゃらかんちゃら5とか。BA5。BA5。BA5。海外に行ったことない人で BA5 とあと BA1.1.1 かなんか、オミクロンが国内で初確認されちゃったんだよな。そう。だから結構、うん。 やばいよねやばいやばいっすよ。えーたと、これ、ね、えら、っ、い、と、何してくれるのかね、本当にね。いや、あの、我々、えー、ランセット、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンなど、いろいろ見てきましたけど、あのーはい、ネイッチャーとかね。あ、これね、この熊本でも、発生型 BA.5、<う>九州2連続。うそうそう、うん、これこれ。うん、やばいね、はい。そうです、触れてます。はい。はい、えー、これね、どういうことかっていうと、あのー、うん 我々いろんな海外の英語の論文とかチェックしてきましたけどはい厚労省の専門家たち見ててね、うん、いやーよく頑張ってるさすが我々と違って専門家だ世界の情報に精通してるなーって感心したこと何回ありました平田さん。 国内の記事ではなくて、海外の記事。いや、厚労省の発表。国内の。ここはまんないわな。ゼロだよ、ゼロ。<laughs> まあ、だって、あのー、なだっけ、ワクチンを打ちました、なくなりました。関係性はわかりません。でも、九、まあ、割ってのも,も。ね。やる気ねえだろ、<laughs> お前らっていう。<laughs> なかなかね。はい まあそれで見るとですね、うん、あの私たちにとっては、この、うん、内閣感染症危機管理庁というのは、そのアホな専門家たちにさらに予算を与えるということなんで、正直、私と平さんに年間10億円ぐらい渡していただいた方が、よっぽどちゃんとした情報を集めてくる自治体は。<laughs> <laughs> まあまあまあ、情報を集められるだろうね。うん、じゃあ次、憲法改正は必要か。うん どちらとも言えない,いが多いな。おお、改正する必要が多いと、あると思うが、一番増えてんだ、うんあはあ。そうですか。なるほど。憲法は改正したほうがいい。これに関しては、本間さんとやっぱりやりときしてるのうん、まあやっぱりこれはちゃんと見ていかないとダメだよね。うん、じゃあ、詳しい分析を見ましょう。うね、はい、詳しい分析。ええー、あー、なるほど。2019年参院選に比べて増えてるわけだ。なるほど。うん。 与党支持層が圧倒的なわけですね、うん、でもこれ見るとさ<や>野党支持層も無党派層も2019年の参院選の時と比べて憲法改正は必要だって思ってるってことだね、うんうん、そうですね、うん、でもやっぱりまあ必要ではないっていうそうですね人たちよりも,もう多くなっちゃってますからね、うん、そして50代が一番多いんだなんで まああと男性すごいね。この男性のこの積極的な感じ。違いうん。面白いね。うーん。男性はた憲法改正すべき46%、ー女性憲法改正する必要があると思うは27%なんで。はい。ええー、これはですね、離婚が増えますね。熟年離婚が <laughs> なるほどなるほど。あ,あ,あそうそうきたか。ああ あの男の人とかがさ50代一番多いわけでしょ50代がテレビで、うん、憲法をいてした方がいいんだよなとかっていうふうに言って女の人がってちょっと思いながら <laughs> それがだんだんたまっていくと、はい、50代でもう子供が独立してたら離婚しちゃうんじゃないこれなるほどねそういうふうになまあ、そうだな<ー>いやなんかあの男性がもしかしたら戦いを求めているのかもしれないなってなんかこうそれこそ なんだっけあの野球観戦とかさあのみんなでプロレスを見るとかさ、うん、あとはスピードスポーツとかっていうもので発散した方がいいんじゃないかっていう無駄な心配をしますね。いやほんとだよ。はい、憲法改正、えー、なんで男の方が多いんだろうね。<laughs> 俺はねえんでなんだろうね。うん、これちょっと不思議だね。うん、じゃあ次に支持率。うん、政党別の支持率。 はい、見るとこれは上がった下がったが書いてないからちょっとわかんないえーっとね一番高山結局自民、ね、うんはいえー、これで見るとやっぱ自民党下がってるねうんうんで立憲民主も下がっちゃったねうん公明党は上がりましたね1.4%、はい、維新も下がった、はい、国民民主も下がったうん、うん、で共産党が誤差だけども0.1上がった うん、令和新選組は半分なき。半分かー。えー、社民党はえーひ、低いところで、N 党も低いところで一緒。で,ねはい、で、特になしが増えてる。う,ね、うん。特に足が増えるんだ。ええー、なんで？なんで特にナシが増えるの？わか, <laughs> からない。無回答も8.8%あるから。 うん、これ特になしとわからない無回答を入れると政治に興味がない、うん、支持政党も特にないよくわかんねえっていうのが42.9%、うん、42. いるっていうことになるんだけど <laughs> <laughs> そうだねなんで、うん、なるほどいやすごいよねこれねそしてなぜか一番勢いがあるのが公明党はいで,なんで よくわかんないな。よくわかんないよねー。<ー>はい。まあ、これが、えー、現状の、あの、N. H. K. における。支持率、うんうん。なんだけども。うん、まあ、ちょっと一応ですね、ええー、岸田さんが。海外で、はいえー、どういうふうに、うん、あのー、評価されてるか。うん っていうブルームバーグのこのジャパンイブレーションかつインフォプライミニスターうんうん、うん、岸田文岸田ズサポート、アヘッドオブエレクション。これでちょっと見ましょう。いきましょうか。はい日本のインフレは、選挙を控えた岸田文雄総理の支持率を低下させるという記事ですね。えー、週末に実施されたメディアの世論調査では内閣支持率が低下。野党の不満は解消されそうにない。うん え本文です、はい、週末に行われた一連のメディア調査で、まあ、これメディア調査ですね、世論調査のですね、岸田文雄首相の内閣の支持率が低下した。回答者は選挙を数週間後に控えた物価上昇への対応に不満を示したためである。日本経済新聞社が6月17日から19日におかけて行った世論調査では、岸田文雄内閣の支持率が は6ポイント下がり60%となり2月以来の低水準になったこの調査では約69%の回答者が彼のインフレへの対処を認めないと答えた岸田氏は7月10日に行われる重要な参議院選挙に向けた選挙戦に臨んでいる参議院選挙で好成績を収めれば 首相は3年間選挙で再選挙を受ける必要はなくなるそう黄金の皆さん気づいてますか、はい、次この参議院選挙が終わったら、うん、衆議院が解散されない限りなんと、はい、自民党の天下が3年間続くそうですねこれさごめんあのんこれは私が単にあれって思ったから聞きたいんだけど。うんうん 菅さんの時には参院選は逆に言うとなかったってこと。そう、なかったなかったタ、うん。タイミング的に。タイミング。タイミング的に岸田さんがラッキーってこと、これは。<laughs> そう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 。<laughs> まあな、参院選から参院選の間に首相になった人は。<laughs> うん、結構切り切り前するわけだね。うん,う,んうん、不信任、不信任案ってやれるから。そうそうそう。なるほどね。うん、で、これさえ今回、もう乗り切ってしまえばっていうことなわけね。うん やり放題じゃって言ってますやり放題じゃっていうことが待ってます。で、これね、えっとせっかくなんで衆議院と参議院の違いをせっかくなんでちょっと伝えておきましょうか。すごい勝手なイメージで昔私があの政治経済の授業で習った結論として参議院の方が上っていうイメージだね。 そうですかそれはやっぱりあのきあのの衆議院衆議院,衆議院は大衆の州なんですよで参議院って何かっていうともともとあの貴族院これのイメージなんですよそういう感じがちょっと、うん、で衆議院はもう,俺,う俺もやっぱなるんだったら参議院の方が楽でいいなと。 やっぱ衆議院を通さないと参議院にそもそも法案のあれがいかないとかさあと衆議院より参議院の方が確かあの非選挙権も年齢が上な非じゃなく上そうだよね参政、うん、権かうん候補になりますっていうやつそうただね衆議院と参議院は法律上は衆議院の方が強いんですよどういうことかっていうと衆議院でまず法案が通されるじゃん はい、で自民これ自民党が例えば、えー、与党で法案が通るでしょ、うん、衆議院で、うん、あんまないんだけども参議院で野党の方が多くってそれが反対っていうふうになったするじゃん、うん、でそうするとあのもう一回衆議院の方に戻ってそ,でそれで OK だったらもう OK っていうことになるのでなるほど、ね、あの衆議院の方が権力的には上なんですよ。 だけど参議院の方で与党より野党の方が多くなるのをあのねじれ国会。っていうふうにこう言われているものなんですよ。はいうん、で他にもね、うん、いろいろ違いがあるんだけどもあの、うん、一番の違いは任期。あそう任期ね。あ<の>3年こと5年だっけえっとね参議院はまあの、うん、衆議院がまずね任期は4年。あ4年かで、えー、参議院は6年。 でもでさらに参議院っていうのはあーのー、うん、解散がないので1回当選したら6年間、うん、ずっと国会議員でいられますそうだそうだそうだね、はい、そ,うそういうのもなんかあってなんとなく参議院の方が上ってイメージね,、うん、ね。で法律上はねあの衆議院の方が強いんだけどた、うん、だら衆議院はその分、うん、あのー、任期4年間なんだけど。 大抵解散するから、はい、うん、うん、解散するから1年とか2年で「はあまた選挙はあまた選挙あ大変やあ大変や」ああ大変やっていうふうにそうなるんですよそう,、ね、そうなるの <laughs> はい、うん、うんうんうんで衆議院は25歳からあの立候補できて、うん、参議院は30歳から立候補できるとうん、うんうん、あそうだねでさらに言うと金、はい、金のの額も参議院の方が高いですああそっかうん はいでえー、もっと言うと選挙も、うん、あの参議院のほうが金かかります。これねあのなんでかっていうと、えー、ちょっとねせっかくなんで、はいえー、選挙区のこれ違いなんですよ。選挙区のね、えー、選挙区の違いなのな、ね、広さの違いなの。 例えばですよ。はははは。あの、東京の選挙区、去年の参議院選挙、ちょっとあの、見てみましょうか。あ、衆議院選挙を見てみましょうか。はい。ええ、どれ。で、ここで。じゃあね。八をしてください。八。待ってね。はく。はく。はい、吉田は美さん、石原伸晃さん、高に刑事さん。はい。はい。で、これ、あの、うちの番組を出てくれたさ。吉田は美さん。 なんだけども、はいでね、あのー、れ新社民党連合はいあのー、これさどういうことかっていうと、えーうん、東京ッ区有権者の数47万6188人、うん、でそして、えー、まあ人数えっ、ー、と地域的には杉並区、うん、オンリー。 杉並区長選挙がすごい話題になってました、ね、そ,ああそうそうそう杉並区長選挙で、まあ、これはまた別にしうもう200票ぐらいの差でね, <laughs> 差でねあーの現職候補が負けてそうそうそう新人が新人が、はい、であれは確か自民党がですね負けたんだよそうですねうん、うん、でうわざわざわそう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 、はい、衆議院で受かりたかったらまあ言ってみればこの47万人の人たちにアピールすればいいわけ。うん そういういことですねで杉並の東京八区に出た人っていうのは、うん、杉並区で選挙活動すればいいわけ。うんうん、なんだけどもじゃあ,あ、えー、これが参議院になるとですね、うんえー、例えば前回の、うん、あの選挙で見るとですね、うんうん、ちなみにあの有権者数東京選挙区これ6人。はいうん なんだけども定数6人だったんだけども、うん、これをですね一体何人の有権者がいると思いますか、はい、えー、どれぐらいはい、えー、答えをですねあの言いますと当日の有権者、はい、前回の参議院選挙2019年1139万6789人。はあ 要するに、はい、東京はねの東京全部回らなきゃダメなのよ杉並区だけでいいじゃん衆議院は、ね、でさらにあの衆議院だったら、うん、東京が1区から25区まであるんですよで、えー、この衆議院は25人がここで争うわけだよね、うんうんうん だけど参議院はたった6人で東京全部なんですよどっちの方がお金かかりますかどっちの方がお金かかるそれは後者の,の方がかかるよね,ね参議院の方がお金かかるじゃん、うん、なのであの、うん、そういう違いもあるので参議院選挙大変なんですよどちらかというとうん、うん、メディアにたくさん出ているところの方が強くなる はい。だって、衆議院の杉並区だけで、ずーっとさ、ぐる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 回って選挙するのと。うん、東京全部回るの。お金どれぐらい違う?。まあ、そ、東京全部、あの、日本国内。回る。とか、うん、東京全部回る方が大変だよ、ね。大変でしょ?。まあ、これはね。うん、つまり、広さんの違いってすごいうな。そう,そう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 。広さんの違い、うん、金のかかり方の違いっていう。ことなん,ですよ、うん。なるほどね。で、はい、まあ、細かく、さらにね、あの、細かく言っておくと、参議院は。 2回ごとに、衆議院の議員定数は475人です。参議院は242人です。だけど、今回はあの半分だけなんです、出るのは。なんでかっていうと、うん、3年ごとに選挙があるからっていう、そういうちょっとした選挙、選挙の。選挙チップスでした。選挙チップス これ多分、はい、今の中学校の公民とかの教科書で教えてると思うよ。うん、いや私もそれな、うん、習ったと思う。でね、えー、平瀬さん。<お>じゃああそうそう中学校の公民の教科書で学んだなーとかっていうふうに、んえー、平瀬さんの年齢になってまで覚えてる人っていうのはですねおそらく100人に10人ぐらい。 10人に1人です。そんなもんだと思んあ、そしたらまあ、じゃあそうだろうのね、うんうん。まあまあ、そんなもんだ私だって他のことをじゃあ覚えてるかって大して覚えてない。うん、じゃあ、ん、うん、じゃあ、ちょっと英語の記事の続きを見ましょうはい。えーっとおーに、どこまで行ったっけな。日経岸だ、えー、岸田氏は7月10日に行われる重要な参議院選挙で、ああはい、まあもう、あの、OK、クリア。はい。 黄金タイムが学んありますよから次そうです、ね、テレビのニュースネットワーク ANN が行った別の世論調査でも内閣支持率は2ポイント下がって49%だった毎日新聞が土曜日に発表した調査では5ポイント下がって48%で回答者の約3分の2はインフレで家計が苦しくなっていると伝えている。 それでも野党は岸田氏と長く与党を務めた自民党が直面しているジレンマを利用できる兆しはほとんどない主要野党の立憲民主党は日銀政策の見直しを求めているが日経の調査では立憲民主党を支持すると答えた人はわずか7%で前月から横ばい自民党の45%と比べても遜色ない。 日本の4月のコアインフレ率は2.1%でアメリカのレベルをはるかに下回っており5月,の5月の数値は金曜日に発表される予定である日経の世論調査では日銀は超金融緩和策を続けるべきではないと答えた人が46%続けるべきだと答えた人が36%と 金融政策は投票に向けた異例の争点となったほ<ー>日銀の金融政策が米国の引き締め政策と隔離していることが金の急落を獲得さた赤、はいまた言っちゃったこれ負けませんね隔離していることがそうなんだよね隔離したら隔離したら鎖国だから,だからはい、ね、<laughs> あの日本は円をつけて,てに戻りましたみたいな感じになっちゃっ <laughs> 金が足りん金はい えー、すみません。日銀の金融政策が米国の引き締め政策と乖離していることか、円の急落を加速させている。政府も日銀も通貨の急激な下落に懸念を示し、政府は物価上昇の影響を緩和しようと低所得者世帯に手当を支給している。岸田氏は日曜日のフジテレビの番組で、金利が上がれば中小企業の負担が増える可能性があるため、日銀は政策を堅持すべきであると語った。はい。 これ控えめですよね。うん、中小企業の負担が上がると言っていますけど、ちゃうちゃう。はい、正確には金利が上がると中小企業全部潰れます。<laughs> そうですね。あ。はい、無借金経営しているところは大丈夫ですね。う<ー>ん。<laughs> 無借金。そん,そんなにないだろう。<laughs> はい、無借金経営の割合ってどれぐらいなんだろうな。 あー調べるとね、帝国データバンクあたりが出してますうので、ねえー。割合で検索すると、うんえー、帝国データベ、お東京商工リサーチのこのデータによるとですね、うんえー、はい、ここ。えーとちょっと待って、ね、無借金率。これか、無借金率。はい、何パーセントですか。 えっと六パ6はいコロナ前から8.8ポイントてかうんまやにコロナで下がった分金借りて何とかせなっていうこれちょっとでも地域別見ると面白いよねこれなんかまあそうだねえっと北海道の借金率四国が一番高い21%で九州がその次あ北陸も高いのかで関 一番低いのはあ北海道。北海道。海なんで？なるほど。北海道は北海道は厳しいあの <laughs> 天候にさらされていて大変なのかもしれない。<laughs> どうなんだろうね。いやでもえー、なんで金利が上がると大変なのかっていうのを簡単に説明しておくと、うん、あの中小企業の営業利益率はですね、大体平均で5%ぐらいなんですよ。うん、1>, 1億円の売上があると。うん この500万円の利益が出るということなんですけども今あの金利のね、えー、大体の平均をチェックするとこれ日本銀行の貸し出し役場平均金利の推移っていうやつなんですけども、うん、この新規が1ページ目、うん、新規に貸し出す時の平均金利なんだけど2番目に 2>,、はい、2ページ目にですねストック。 うん、ストックってありますね。はい、あつまり貯めているお金ってことえ、えー、あのー、今まで貸してきた分の金利の平均です、うん、これは。ああ、あ,あそう、はいうことか。で、これで国内銀行の長期金利。はいうん、何パーセントですか、うん、これ0、0、ちょちょ一番最近ので7 5 3ってやつかな。で、うん、短期金利。これ、1年以内のやつ。 金利3期金利短期金利はどこだあ上か0.474はいはいでこれねあのー、これがこんなに安いんだよ <laughs> 平さんびっくりしない <laughs> うん、うん、そうだね、はい、じゃああのあ<ー>じゃあ金利が上がるとなんで大変なのかをちょっとあの計算しましょうかいつものこのローンシミュレーター、はい、やりましょうかはいえーはい ちょっとね、せっかくなんで、企業で、ちょっと待ってね、はいここにですねあの財務省の法人企業統計というところがあって、このくっそ細かいあの資料なんですけど、これをチェックすると、あの大体、日本企業全体が借りてる金額っていうのが出てきます。これをチェックしたら、ですね大体5、600兆円ぐらい借りてます、企業というのが。 5五六6 0 0兆円ぐらい借りていてうん、うん、企業っていうのは全国に200万社ありますから、うん、だいたいた、あのー、金利の状態、えー、かも借りてる金利金額は、まあ、2.5億円ぐらいになりますよね、はい、1>, 1億円かける200万だと200兆なんで、ね、かける2.5倍で、はいえー、500兆円ぐらいなんだけどもじゃあそうするとですねどれぐらいの金額になるんだろうと。 このローンシミュミレーターでチェックしてみましょうかはいえーまずここに2億5000万って入れてまあ借り入れ期間5年にしますかえっと入れましたで2億525,000ていた2億5000万になるでしょでご,ご希望の借り入れ期間は5年にしましょうはいクリックで、えー、金利はまあ一番安い金額、はい、さっき 0点まあよ、ね、自由に設定するの部分で 0. 点まあさっき長期が0.73、うん、短期が0.47だったんで、うん、間取って0.6%しましょう。0.6。はい。で、はい、はい、次。で、ボーナスはあのしないでいくと 2>,、はい、2億5000万円を借りた、えー、金利0.6%で借りると利息は3800。利息は あごめんなさい385万円もうただみたいな金額になるんですそうだねはいただみたいな全然でもないね本当にねほどほぼないなので少ないこのこのくっそ安い金利でお金をね借りて企業を回してるわけですよで日銀が金利を上げるとしましょうはいじゃあのアメリカの住宅ローンは今5.11%まで上がっているので仮にじゃあ5.11まで アメリカと同じぐらいの金利で上がったというふうにちょっと入,あの入力しましょう。はい、クリック。試算結果。<laughs> うーん。リシは利息はいくらですか、<laughs> 平田さん。安全 <laughs> で。これね、409万4800なんですが、当たり前だよね。だって、さっき0.5だったのが今、あの5.1になったとそういう感じだもん。じゃあ、とすると。はい 円安が大変だ金利を上げろ、日米金利格差をなくせー、はい、って中央銀行が縫ってあげるとですね、えっ <laughs>、はい、<laughs> とこの金利に耐えられる中小企業っていうのはです、ね、いない、無理っす。うん、ということにもそうあのなるので、これは岸田さんはね、まあ、正しいこと言ってるんですよ。もう無理ですよと 上げられませんよって、はいうん、でもじゃあ円安どうすんのって言ったらえっとそれにつきましては「円安、はい、ストリー岸田こうして増やせー!」みたいなこうもうなんかよく分かんない、はい、あの状態になっていてだからもう岸田政権っていうのは何にもできない、うんうん、ところまで日本をね追い詰めているっていう状況で、はい、じゃあこれがれいわ新選組とかね共産党とかね立憲民主に変わったら。うん 全部がコロッと変わるのかっていうと、うん、残念ながら私はあのそうではないと思いますよ。そうではないと思うんだけども、まあえー、この原因を作ってきたのはアベノミクス、はい、自民党なんだからやっぱりそれは原因作ったところ会社だってそうじゃん原因失敗を犯したんだったら、うん、そのトップはすれ変わるわけじゃないですか。うんうん、だったらそれは、うんあのー、やっぱり変えないと。 なななんじゃいいかっっててううふうに思ってますよで最後にちょっと面白い記事があって日経新聞「日銀は永遠の鳩派」っていうね記事があるんだけどもれこれはね誰が書いてるかっていうと、はい、豊島逸夫さんという一橋、うんえー、大学を出た後に三菱銀行に行ってスイス銀行で国際金融業務に配属された後、はい、外国為替金属ディーラーチューリッヒニューヨークでの豊富な経験をっていう,ていうね、えー、まあ要するに金融の専門家 そうだ、ね、でこれ俺見てね、はい、ちょっとびっくりしたのが、はい、この、うん、<laughs> 4段落目読んでください2さらに筆者のプライベート面では個人的に親しい日銀 OB たちが虎の子の退職,金やあ退職金でドルや金を買うためのアドバイスを求めてきた。 円という通貨の番人を40年以上勤め上げた人たちが個人的な資産運用で円を持ちたがらないという傾向がショッキングだ。それはショッキングですよ。<laughs> ショッキングでお前ら通貨の番人やってきて退職金もらってドル買おうかな金買った方がいいかなもう円だめだしとかって思ってるなんだお前ね。愛国貯金しようお前らは。 いやーでも、それそんなことは言ってられないんだとう、はいもうあの。日銀 OB たちも逃げ出す日本円ですよ。いやあ <laughs> そうですか、はい、という現状があって、うん、まあ支持率がかなり下がってますよね、うん、今。で、物価高騰対策に関してはですね、うん、岸田政権ほぼ無力。はい、で、さらに言うと、じゃあ金利、円安が原因だって言うんだったらあの金利を上げたらしましょう。うん、何が起きるか。うん 大変なことになな、まあ、なここことととにりまますささっっきききみみたたいいいはが起でいやー俺社長じゃないしって思ってる皆さん住宅ローンもクレジットカードの金額金利曲がりますよじゃあ、ね、金利上げない方がいいの金利上げない方がいいのじゃあそうするとええ進みますよ <laughs> もうどうしようもないところまで来てるのに自民党を勝たしてどうすんのこんなダメダメなところまで追い込んで。と私は思いますけどね。 はい、はいえー、黒田さんがもっと何か別の発言で炎上してくれることを願いますはい <laughs>、えー、そんなわけで平瀬さん本日もどうもありがとうございました、はい、チャンネル登録といいねよろしく今日も読書それでははい今日も見ていただきましてありがとうございます これからもですね、えー、海外のニュース、あるいは日本のニュース様々なものも翻訳したりですね、解説していきたいと思います。ひとつき万冊カンパで成り立っておりますので、平さんの翻訳お疲れ様ですとか、そういうことがあればですね、こちらまで乾杯いただけると嬉しいです。クレジットカード、銀行、口座、どちらにでも対応しています。いつも見ていただきましてありがとうございます。今日も読書ありがとうございます